佐々木原正夫11月17日から2005年は第二次世界大戦時における大日本帝国海軍のエースパイロット。後帝四期、飛連9九期。最終階級は海軍飛走長、ポツダム昇進により昇位。青森県出身。1935年4月、静岡県立沼津中学校に入学。後輩2のに後に海天特攻隊隊員となる。 和田実がいる在学中の1938年、クラスメートらと共に、陸上競技部内に、機械体操クラブを立ち上げた。卒業後の1939年4月、公主飛行予科練習戦4期生として、霞ヶ浦海軍航空隊に入隊。予科連での1年半の基礎教育を終えて1940年9月、第9期飛行練習生となり、 戦闘機搭乗員としての協定を経て、海戦直前の1941年9月、空母、昇格乗り組み。真珠湾攻撃では、母艦の上空直江に任じ、その後、ラバウル攻略、正論沖海戦に参加。1942年5月8日の、三五海海戦では、星空隊に加わり米機動部隊を攻撃、敵機4機を撃墜した。同年6月、臨時。 順位を乗り組みとして、アリューシャン方面の戦いに参加。その後、昇格に復帰して8月より南方に転戦し、24日、第二次ソロモン海戦で、ナオエ任務に就く。28日に、信号 A 上段いら14名と共に武蔵島基地に派遣される。カダルカナル島の戦いでは29日、30日に、それぞれ一機を撃墜。 10月26日の南太平洋海戦でも、信号単位の列機として、機動部隊攻撃に参加と、数多くの戦闘を経験した。昭和17年11月1日、上等飛行兵装に昇進。一度内地に帰還したものの空母、随格に転勤。再び南方に派遣された。1943年2月、ガダルカナル島撤退作戦支援のため、 ラバウル基地に派遣される。4日、ノートミケンジロー大尉の指揮する、艦船隊15機の一員として、輸送船団上空直江中、短期になった時、運悪く攻撃に来た敵艦上機約30機と遭遇。艦爆、艦航、各2機を撃墜したものの、1機と相打ちで被弾し、海上に不時着水し、その時の衝撃で前頭部を強打し負傷する。 半年間の入院生活の後本土総監、戦闘機の空輸部隊であるセニ一空に転勤し、戦闘機のテスト飛行、戦地への空輸に任じる。1945年6月、試練改めを主力とする、第343海軍航空隊戦闘第701飛行隊に転じ、終戦を迎えた。終戦までの撃墜スコアは12機。戦後は、森永聖火に、 勤務、冷戦登場委員会事務局長も務めた。2005年死去。AB 旗、伊沢 2011,P227。公領の風沼津東高の100年静岡新聞2002年2月8日。掲載 ABCD 旗、伊沢 2011,P123。ありがとうございます。